吉高由里子、光くんへは古いからこそ最新不倫に純愛に暴虐、クリーンで人を気遣う作品だらけの令和に突きつけるやりたい放題の面白さ。吉高由里子、36、主演の NHK 大河ドラマ、光くんへの第36回。待ち望まれた日が9月22日に放送される。様々な人間模様を描き出している本作。 マヒロ、ヨが物語を書き始め、後半戦に向けて盛り上がりを迎えている。同ドラマは、平安時代の恋愛長編小説、源氏物語の作者、紫式部、吉シの生涯を、藤原道長、江本タスク、37、との恋愛模様を織り交ぜながら描く物語。脚本を手掛ける大石静香氏は、昨年5月の制作会見で、 平安時代のセックスバイオレンスを描きたいと語っていたが、最近は、それがてんこもり状態になっている。9月15日放送の第35回、中宮の涙は、道長は、一条天皇、潮の秋久29の中宮となった長女秋子、三上愛23の解任祈願のため、長男の渡辺圭介30とともに御嶽啓へ向かう。 険しい皇帝と悪天候に悩まされていると、これちか、三浦翔平36が武者を引き連れ、不穏な動きを見せる。その頃、真宙、吉高の書く物語に興味を持った一条天皇は、彼女に物語の真意を尋ねては、自身の境遇を重ねていた。一方、秋子は真宙に物語で光くんに引き取られて育てられる娘は、 自分のようだったとし、この後は光る君の中宮になるのがいいと告げる。真広は、それが秋子の本心だと知り、という展開。視聴者の反響が大きかったのは、秋子が一条天皇にお慕いしておりますと、泣きながらすがったシーン。X、旧ツイッター上では、秋子様がもう本当に少女漫画すぎて、ほんと頑張ったね。 よかったね。まひろがあきこ様のことをしっかり理解して、背中を押してくれるの感謝しかないよ。ありがとう。などと多くの感動の声が。